俺の世界戦と、ね、清水選手の世界戦のダブルタイトルマッチで、ほんで大輝の次またスーパーフライ級2階級制覇に向けて、復帰戦と、豪華な興行になって、まあね、もっともっとこう盛り上がっていけたら、いいなと思うし、だから4月4日に向けて、ね、まあ、みんなそれぞれ力を合わせて、最高の日になるように、頑張っていきたいと思いますね。そうですね、まあ期間は空いたんですけど、まあ、十分トレーニングが積んだんで、まあ、次は統一戦なんですけど、まあ、どっちが本当のチャンピオンか証明するために絶対勝ちたいと思います。まあそうですね、まあでも、まあ、統一戦なので、まあ、防衛戦というよりは、まあ、挑戦者の気持ちでどっちがチャンピオンなのか証明する戦いだと思うので、特に防衛戦だからっていう気負いはないです、はい、そうですね、大輝選手の試合を見たんですけど、やっぱりスピードもあるしパンチもあって、すごいまとまりのあるすごいいい選手、強い選手だと思うんですけど、まあ、でも、まあ、相性がいいと思うので、まあ、スピーディーな展開になると思います。まあ、とにかく自分のボクシングすれば、まあ、勝てると思うので、はい、まあ、12ラウンド自分のボクシングをしたいと思います。そうですね、まあ4月4日は絶対勝って、まあ、自分がチャンピオンということを証明したいと思います。まあとにかくこの試合に勝って、また次の試合、次はまあ指名試合になると思うから、その試合につなげれるような、もう最高の試合をします。で、まあ、4月4日、盛り上がるように、ね、いい興行になっていい一日になればと、思いますね。別にそんな、まあ力ありそうな感じだね、ファイターな、まあでもあんまりそんな関係ないけどね、前回以上にもともと強くなった、姿を皆さんに見せたいと思います。